こんにちは、ミミです。モカです。今回は、船向けの防空システムを作ってみました。前回も作ってなかった？前回のやつは陸上向けだよ。今回は、ヤバい村対策で船に乗せたかったんです。いつもの村対策？そうだよ。この村ひどいんですよ。近くを通っただけで撃ってきたり、砲撃してくるんです。もう、何してくるかわかんないです。ミミもいろいろやってるけどね。何のことだかわかりません。とにかく、この村の近くを航行中に対艦ミサイルが飛んできたら困ります。安心して魚釣りができません。魚釣り目的なんだ。もちろん、猫にとって魚は重要ですからね。船に積むので、今回のシステムは地震の移動も考慮したり、全周防空もしてます。なんかこの辺が違うね。見た目的には、レーダーが一番変わりました。今回は16個のレーダーを組み合わせて、半径 4.8km を監視してます。そんなにたくさんいるか？必要だよ。目標の検知間隔を狭めるために、たくさんあった方がいいです。よくわからん。まあ、後で説明します。迎撃ミサイルはあんまり変わってないです。ほぼ同じだね。水密のためにハッチがついたくらいです。性能的にもほとんど変わってないです。サイズがちょっと違うくらいだね。本当は、新レーダーと旧レーダーを組み合わせて誘導しようと思ったんですけど、全然うまくいきませんでした。結局ほとんど変わってないね。結果的にはそんな感じです。今回は、気になる人もいそうなので、防空システムがやってる処理をちょっと説明します。なんかむずそう。私のシステムは、大きく分けるとこんな感じのことをやってます。まず、目標の数や位置、速度を求めたり、目標に ID を割り振ります。これが一番難しいです。そんなに？そうだよ。レーダーは一定間隔ごとに、点として目標を捉えます。今回のシステムなら、0.31 秒ごとに目標が捉えられるので、レーダーから目標を見るとこんな感じです。カクカクしてるけど、そこまで難しいか？ならこうなるとどう？多いな。これだとどの点とどの点が同じ目標なのか、それともキャフなのか船なのかわかりません。確かに難しそう。検知間隔が、もしもゼロだったらこんな感じのはずです。検知間隔が狭い方がいいのは、これが理由です。滑らかに見えるね。これならノイズがあっても、目標の同定が容易です。次にやるのは、捉えた目標が脅威かどうか判断します。こっちに向かってきてそうなら脅威です。割と単純。次に迎撃ミサイルの発射判断です。脅威が射程圏内に入ったら、迎撃ミサイルを撃ち込みます。まだ入ってなくない？正確には、迎撃地点が射程に入ったら発射してるよ。もし迎撃に失敗したら、再度迎撃ミサイルを発射するようになってます。今回は成功だね。捉えただけじゃ迎撃できないから、これも当然の機能かな？まあ、そうだね。あと、迎撃制御の中で中間誘導もしてます。ミサイルが蛇行しているのは、中間誘導に誤差があるからです。更新されるたびに蛇行します。それ大丈夫？横から見ると案外蛇行してないから大丈夫だよ。いい感じです。ちなみに、脅威判断と迎撃制御は、目標データが正しいことを前提に動いてます。そりゃそうだろ。いかに、目標の正確な数と位置、速度を求められるかが重要かわかると思います。でもそれ難しいんでしょ？まあ、後で問題になるよ。ってことで、どのくらい迎撃できるか試験してみます。前回と同じように、4km からアラヒトさんの P ミサイルを一方向から撃ち込む試験です。前回も見たような映像だね。すごい動きしてたぞ。まあ、仕様だよ。無駄撃ちしてるよ。それも仕様です。試験結果はこんな感じでした。横軸が P ミサイルの数で、青と灰色が全て迎撃できる確率、オレンジと黄色が迎撃ミサイルの命中率です。上2つは前回、下2つが今回のシステムの性能です。この辺性能下がってない？まあ、全周防空になったからさ。多少はしょうがないです。新しいやつでも7発以上打ち込めば、攻撃通りそうだね。まあ、そういうことだよ。次にやった試験は、P ミサイルを多方向から打ち込む試験です。距離はさっきと同じ、4km です。さっきのより簡単な試験じゃん。前回のこと覚えてやがる。こっちの方が性能が良さそうな結果が出るよ。そういうこと言っちゃうひどいウサギさんです。あ、無駄打ちだ。うるせえ。結果はこんな感じでした。特にこの辺の迎撃成功率が上がってます。まあ、これは上がってそう。Pミサイルだけじゃ物足りないので、航空機も落とせるかやってみました。あの島の真ん中に防空システムがあるので、飛行機で破壊できるか試してみます。ミサイルが迎撃されない？ 1×1 ミサイルだから多分捉えれないよ。うん、欠陥じゃね。まあ、飛行機を叩き落とせば OK です。しかも迎撃ミサイルを迎撃するのか。ストアだからね。
処法を知らなければこんなもんです。死体撃ちするじゃん。マージが多いとミサイルがたくさん飛んできてるって判断しちゃうようです。ミサイルは当たってなさそうでした。今度は船に防空システムを乗せてあります。何回かやった感じ、ある程度遠くからミサイルを全部発射すれば当たっちゃいそうです。やっぱ弱くね。まあ、そうかも。今のは危なかったです。見えづらいですが、命中です。防空システムって実用性あるの？後で話すけどヤバいかも、って感じです。あ、まだ撃てたらしいです。命中コースだね。 1×1 ミサイルの小弾頭だと、威力不足かもしれないです。とまあ、ここまででかなり防空システムの弱点が出ちゃったわけです。やり方さえ知ってれば、割と簡単に突破できそうだね。やり方がわかれば突破できるようじゃ、防御としてヤバいです。相手は野蛮人どもですからね。どんな兵器を使うかわかりません。ってことで、こんなミサイルを試しに作ってみました。ほとんどの防空システムは、これを撃ち落とせないと思います。そんなに強い？普通な感じのミサイルだけど。着付き対艦ミサイルです。24発の着と急レーダーが搭載されてます。それだけ？そうだよ。仕組みを説明します。まず、新レーダーを着でも無効化します。レーダーには新レーダーと旧レーダーがあります。着の雲が8個あると、新レーダーは着の反応しか出力しなくなります。これで新レーダーには、ミサイルが映らなくなります。じゃあ、旧レーダー使えばいいじゃん。着が映らないんでしょ？旧レーダーは AWACS 以外、1つしか目標を捉えれないよ。3発程度の方は攻撃で突破できると思います。じゃあ、旧レーダーの AWACS 使えばいいじゃん。このミサイルの重さは263マスなので、旧レーダーだと1052メートルまで近づかないと捉えれないです。このミサイルはそこまで速くないけど、それでも数秒しか猶予がないです。ならなんかでかわせない？相手の着は旧レーダーを使って貫通してるよ。かわすとしたら、デコイの信号強度が船より強くなるような状況を作るか、海に潜ればよけれます。それ潜水艦じゃね？そうだよ。あと、ヤバい村の人が作ることを想定して、コストをちょっと抑えてます。今まで作ってきた VLS の値段が、一発当たり6000から1万程度だったのに対して、このミサイルのコストは2722です。コスパも良さげ。ちなみに、さっきミサイルを打ち込んだ標的艦は22万くらいします。沈めるの20発使ってもコスパはいいね。じゃあ、早速このミサイルを標的艦に打ち込んでみます。ミサイルの周りでちょこちょこ黒い雲が出てるのは、CAFです。結構なペースで出てるな。飛んでる間はずっと出してて、射程は 4km です。この映像だと射程範囲外まで飛んでってるので、CAFが切れてます。燃料は持ったね。っていうか、迎撃ミサイルは旧レーダーじゃなかった？この辺のミサイル、スルーしてない？中間誘導と違う目標には誘導されないからね。この場合、船側のレーダーがうまくミサイルを捉えれてないです。中間誘導がデタラメになってます。加えて、発射機が大質量を持っているので、VLS のレーダーはそれを捉えちゃってるってのもあります。対艦ミサイルが飛んできてると、システム的にはこんな感じになってます。飛んできてるのは一発だけです。目標がたくさんいることになってるね。迎撃されたとしても、大量のミサイルを浪費させることができます。時間を空けて複数発撃ち込めば、迎撃ミサイルが底をつくと思います。これに防空システムで対処するのは、無理があるというのが今のところの結論です。対処法はなし？猫を殺せば七代たたるって言葉があります。知ってますか？何それ？知らんけど。試してみる？ちょっと、やめてよ。冗談だよ。このウサギひどいです。で、話の続きは？まあとにかく、七代もたたられるなら誰も猫を殺せないですよね。ってことです。たたり云々は迷信ですが、同じことを全自動でやるシステムを作れば、同じ効果が期待できるんじゃないですか？自動反撃システム的な？そう、そういう感じのやつ。猫を殺せば七代たたるのではなく、猫を殺せば皆殺しです。凶悪になってない？あっちが攻撃してこなければいいんだよ。それにこのシステムがあれば、きっと仲良くできるはずです。仲良く？加えて、漁業権の争いが起こったとしても、平和的に解決できます。有利身の間違いだろ。違うよ。まあ、これからはそんなシステムを作っていこうかと思います。でも次回は、レーダーの解説動画を作る予定です。ああ、あと今回からはプログラムと一緒に、コンポジットの内容も載せときました。ってことで、ご視聴ありがとうございました。高評価とかチャンネル登録してくれたら嬉しいです。